はい、こんばんは、サラです。暑いですね。一気に、でも気づけば7月ですので、今年も半分終わっておりますが、頑張っていければなと思います。もう一応クーラーつけて、引っ越したんで、4月に引っ越したんですけど、仕事部屋作ったんですけど、そこにエアコン入れてないので、早くエアコン入れなきゃなと思う、7月の頭でございます。はい、今日ですね、社内コミュニケーションについて LINE で質問をいただいたので、お答えしたいなと思ってます。LINE の回答が、最近めちゃくちゃ質問もらってるので、少し回答が先になってしまうので、サロンメンバーにちょっと早めに、共有したいなと思いまして、今日は質問したいなと思ってます。今日いただいた質問ですね。社内でのコミュニケーションはとにかく効率を意識したやり取りをしてきましたが、最近上司に居酒屋で怒られましたと、お前の返信はいつも機械的すぎると怒られました。お客様ではなく身内なので、とにかくスピード重視で対応している私は間違っているんでしょうか？ご意見お願いしますというご質問いただいてます。間違ってますね。コミュニケーションの円滑さみたいなところの話も今日できればなと思ってるんですが、まず、社内外問わず、コミュニケーションはあくまでコミュニケーションなので、社内コミュニケーション、社会コミュニケーション、社内営業、社外営業、同じくですね、コミュニケーションに違いはないですと。で、コミュニケーションは単なる情報交換ではなくて、意思の交換だったりとか、いろんな目的があるっていうことを忘れちゃいけないなということをですね、ぜひ意識してもらいたいなと思います。で、そもそもコミュニケーションっていうのは、コミュニティから発生をして、意思や情報の伝達っていうところが、辞書的な意味にはなりますけど、仕事におけるコミュニケーションの目的っていう、仕事に関係なくですね、目的の達成なんですよね。がコミュニケーションで、コミュニケーションっていうのは目的達成の手段であるということをちょっとぜひ覚えておいてもらえると、こういう問題って発生しないのかなと思ってます。目的達成っていうのが、例えば仕事の依頼だった時に、言った終わりじゃなくて、ちゃんと伝わったかどうかみたいなところと、ちゃんとその指示出したものが、納品されるのかどうかみたいなこととかですね。あとは、例えばモチベーションを上げるとか、関係を強化するとか、純粋に情報交換をするとか、お互いのことを理解し合うとかですね。コミュニケーションを取るにあたっては何かしらいろいろ目的があるはずなわけですと。で、その目的を趣旨達成するための手段なので、とにかく早く返しておけばいいのがコミュニケーションではなくて、例えばあえて雑談であったりとか長話をした方が、今回のコミュニケーションを取る目的が達成できる、されるのであれば、こちらの方が大事ですと。なので効率さよりも、無駄な冗長性を持った方がいいと。なので会社によってはあえて雑談の時間を作る会社もありますね。私がやってるイノベーションアックのっていう会社も、もともとずっとリモートだったんですよ。2年間リモートでみんな別々で家で仕事してます。私もずっと営業代行も出てたりしたので、出社せずに働く。で、ミーティングの時だけ集まるみたいなところが、純粋に、効率だけを追求するとその方がやりやすかったところはあったんですが、なんていうんですかね、雑談をする。顔を合わせて、最近どうなのとか、ぶっちゃけどうとか、あとホワイトボード使って話すとか、なんていうんですかね、メインじゃない会話から生まれるものとかも実はたくさんあってですね。なので、とにかく早く返して効率だけ追い求めておけばいいのかっていうと、確かに情報の伝達、情報交換ということだけですとか、指示の享受、指示の授受か、指示出す側と受ける側でコミュニケーション完結するので、それだけで見ればもちろん OK なんですが、コミュニケーションをお伝えした通り目的達成の手段なので、様々な目的を吟味した上で、理解した上で、しっかりコミュニケーションを取ってもらう必要がありますということですね。なので、コミュニケーションの円滑さっていうのは、返信の速さではなくて、目的をスムーズに達成することが一番大事な目的になりますと。なので、逆にそっけない返事をして、関係が悪くなって目的達成ができないのであれば、それは正しいコミュニケーション取れてるとは一切言えないので、早いか遅いかで言えばもちろん早い方がいいと思うんですが、それだけを重視した対応っていうのは、組織全体を円滑に進めていくことができなくなってしまうので、コミュニケーションとしては×になるということをぜひ押さえておいてほしいなと思います。なんで、話戻りますが、コミュニケーションを取る目的っていうのは、そもそもは自社で成し遂げたいこと、コミュニケーションを取り合う人同士が成し遂げたいことを達成するためにコミュニケーションを取っているので、そこを前提にした、
まあ、会話だったりとかチャットであったりとかメールっていうのを意識してもらえると良いんじゃないかなと思ってます。はい、LINE でいただいたご質問、社内でのコミュニケーションとにかく効率的にやってますが、それでいいんでしょうかという質問に関しては、それだけではダメですというのが私の回答です。ぜひ参考にしてもらえればと思います。本日は以上です。